進化、進化、進化。さあ、プレーボールまで30分を切りました。早くから神宮球場に来ていただいたソロスファンの皆さん、こんにちは。ソロスタジアム DJ パトリック・キューです。そして東京のドスワローズマスコット、つばみちゃん。はい、お願いしたいと思いますね。はい、そして3年生の頭はトルクヤも登場です。はい、加藤選手気になりますかね。はい、さあ、そして東京のサボスマスコット、つば九郎の登場です。はい、ツッ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 バイクロー、よろしく。さあ、球場での楽しみの一つ、つば九郎の今日のショーでいきます。スーパーカラビジョン2マップ、皆さん面白かったら拍手お願いしますね。はい、交流戦10勝8敗貯金2、イエーイ。特に最後福岡ではね、素晴らしい戦いを見せてくれました。そして今日から公式戦再開、頑張ろう。いいスタートを切れるようにね、皆さん応援お願いします。ネットサーフィンしていたら、ネットサーフィンですね、いやもう言わない、この3年生ドラゴンズの選手が、はい、ホームランを打つごとに1万円プレゼント企画をやっている、おラジオ局を見つけました。あ、そうなんですか、ラジオ局だね。ホームランの出やすい神宮球場、はいはいはい、何本出るか、1万円プレゼント、全く失礼な津幕を誇っております。はい、そんな失礼なラジオブースをズームイン、つば九郎に何かください。いいですか。はい、お二人様ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今年の今日の一言っていうのは、つば九郎いろんなねことを考えております。はい、今日もなかなか面白かったね。はい、お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。8番ライト加藤翔平、8番ライト加藤の背番号52、9番ピッチャー柳、9番ピッチャー柳背番号17。ここでドラゴンズのベンチ入りメンバーをお知らせいたします。皆様どうぞスーパーカラービジョンをご覧ください。東京軍のサロンスターティングラインナップ発表です。2番レフト青木宣親、背番号23、3番セカンド山田哲人、背番号1、4番サード村上宗隆、背番号55、5番ファースト細野修那、背番号13、
William Spencer。さあ今日の選抜は石川投手、それでのウォーミングアップを終えて。